僕マグザムービー目指せマスターズショット編ということで、前回えらい無茶ぶりがあったんですけど、ポーズをされてる方、そう、いや、あのなんかハンカチを狙って打つと、はい、いうことの話の流れから、はいはい、でもハンカチを狙えないときは、はい、つまりハンカチを外れたときはミスなわけですから、はい、まあそれはそうですよね。やはり人間というのはミスを学んで、そして弱点を克服してからこ そ, そうです、ね、本当の栄光が取れるわけですよ、うん、まあトム・アトソンもね、ゴルフはミスのゲームだというふうに言ってました。いいこと言うな、トム。トムやっぱりさすがですよね。でやはりそのミスを積み重ねていく、ミスで組み立てていくっていうのが一つ大きなゴルフのポイントだと思う。さっき上杉さんおっしゃったように、うん、そのハンカチ1枚から外れてしまうと全てがミスショットだということを考えてしまうと、うん、やはりどれだけミスをこ う, うまく収束できるか、だってどういうミスをするかって分かってるといいですよね。それは一つ大きいですよね。だからオーガスタのグリーンだって、うん、左に落ちるのと右に落ちるの大違いなんですよ、うん、そうですね、だからあこっち右に外してるんだったらハンカチの横に座布団ぐらいのイメージがあるんだけど、はい、左に落ちるとですね、うん、いきなりもう土間の掘りごたつの中に入っちゃうみたいな感じで、コロッといっちゃうわけですよね。よく分かんないけど、うん、いや、なんとなく分かります、ね、はい、でじゃあそういうことで一番大事なことって、じゃあミスの方向を一定にさせるということで、さっきポルターもずっと全部左にフックを打っていたってことは、言い方を変えると右に絶対打たないスイングをしているわけですよね。特にオーガスタ13番とかはかなり直角に左にドッグレッグしてますから、あれか、ああいうホールでティーショットを打っていくためにはフックの度合いも見とかなきゃいけないわけですよね。要はなるほど、ちょっと、うん、はい、ミスしてください。はい、わかりました。そうミスをしてくださいということで、じゃあ実際に練習場でやはり多くの方はどうしても見栄を張りたい部分、だから俺はかっこいいんだぞというふうに思ってもらいたいっていう部分が、まあ、恥ずかしいからもっと大きなこと言ってください、私に向かってそういうことでは。でもそういうやっぱりどうしても誰しも、いやいやいや、そんなにいいから褒めなくて、まあ、そこは置いといて、要はやっぱり見栄でまっすぐ飛ばしてる、バチッと打ってるっていうふうに見せたいという方がやっぱ多いんですけども、それ以上に何よりも練習場でまず自分が例えば意識して意図ですよ、意図してインテンショナルと言われるフックスライスを打った時にどれぐらい曲がるのかということをしっかり測っておく、これは一つ大きいですよね。なるほど、ええ、じゃあちょっと、じゃあ例えばですね、ここで今持ってるクラブはピッチングウェッジです。ピッチングウェッジで、じゃあまずどっち行きましょう、フック行きますか、スライス行きますか、スライススライス行きますか、はい、わかりました。あんまりウェッジでスライスかかんねんだよな。おっしゃる通りなんです。今いいお言葉いただきました。じゃあ例えばこれぐらいオープンスタンスにして思いっきりスタンスなりに切ってみます。あ、でもかかってるわ。かかってますけど、多分ほとんどの人はあの球まっすぐって言いません？うん、まっすぐですね。ですよね。ジャックに比べるぐらいのレベルになると、まあ若干、まあ、僕はジャックだとちょっと曲がってるかなって。はい、まあジャックは置いといて、であれぐらいですね、まっすぐ出るわけですね、うん、要はで、あれが、うん、あれでもうまいショットじゃないですか、あれ、はい、でショートアイの場合、じゃあ今度は少し意図してフックを打ってみます、うん、じゃあ今度はヘッドを少しかぶせてクローズスタンスにして、このままこういう感じですよね。ああひどいな、これ。これはもう20ヤード近く左に曲がってしまいました。ということは、はい、ショートアイアンの場合、とりあえず とりあえずショートアイアンの場合は、どうせミスするんだったらこっちにミスした方がいい。右にミスするイメージで打った方が実はほとんど曲がらないってことなんです。だからダスティン・ジョンソンアイアンであれは右ばっかりシャンクしてたんじゃないの。そういうことです。シャンクがトップしたり、はい、うん、ビキューンって右曲げちゃったり、そういうことなんです。ってことはダスティンは左に曲げないショットを練習してた、で逆にポルターは右に曲げないショットを練習してた、なるほど、ね、ということなんですよね。だから本番当日にあんなことやるんだね、はいはい、ってことはミスショットを打つってことは、それだけ自分が意図してミスショットを打つっていうのは実際にはこれだけ勉強できる、うん、自分がしっかり学べるってことなんですよね。どっかで車ちょっと動いてますけども、ということで、じゃあ次その右と左のミス、はい、あの右の方が安全だってこと分かったんで、はい、それを教えてください。了解しました。では行ってみましょう。この番組をご覧の皆様にピンゴルフジャパンよりシャフト長調整機能のついたスコッツデール TR パターグレイホークを抽選で1名の方にプレゼントいたします。この番組の何回かに一度ランダムで上杉隆さんのスイングのモノマネクイズが挿入されます。上杉隆さんが誰のモノマネをやっているかをハガキに書いてお送りください。クイズは全部で5問です。難易度が高いだけに当選者の確率はググッとアップいたします。詳しくはゴルフダイジェスト TV ホームページをご覧ください。さて誰でしょう。
ちなみに。ダメじゃないですか。なんか喋った。そんなヒントじゃダメ。喋った最後。